はい、皆さんこんにちは。本日はですね、 iPhone で iPhone 40 Pro Max でですね、撮影してるんですけど、まあ、あの HDR ですね、そちらのですね、形式で撮影をしてみております。はい、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。こちらのチャンネルでですね、このようにですね、カメラですね、写真や動画とのことを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、コメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。お待ちしております。ということでですね、今回はなんですが、ちょうどですね、ダビンチリゾルブの音声のですね、この分離機能とですね、まあ、あとはなんですが、前からこれ iPhone では撮影できたんですけど、 HDR 動画撮影ですね、そちらのお話をちょっとしていきたいと思うんですね。で、まあ、その音声の分離というところで、今我が家の上にはうるさい飛行機が飛び回っていたりだとか、屋上なので風が強かったりとかしてですね、なかなかこの iPhone を素で使うってなると厳しい状況なんですよ。 iPhone のですね、このマイクっていうのは音はいいと思うんですけど、風ですね、風音のカットっていう意味で見るとあまりですね、こうカットしてくれないなって感じのマイクなんですよ。というのを試してみたいという大きな流れがあります。それでですね、まずなんですけど、少しずつ今回はちょっと動画をですね、小出しにしていこうと思ってます。 HDR で撮影した動画の短いものがですね、何個かあるんですね。というのをですね、まず1回ぜひご覧ください。はい、ご覧いただきありがとうございます。ということでですね、まあ最初はこう小出しのですね、動画の一つ目ということで出させていただきましたけど、やはりこの HDR でですね、編集というか撮影したものを編集するとですね、まあ私がこう一番表現したかった花だとかですね、景色だとかっていうところの色っていうのをですね、すごく簡単に表現できるなっていうのが、まあ、結構本音なんですよ。例えば今この後ろにここら辺ですね、この夕焼けがありますみたいのも、私のこの顔色っていうのをそこそこに保ったまま、夕焼けのですね、ちょうど今うるさいですね、これをですね、その声の分離の方でですね、どういう風になるかなっていうのを試してみたいなと思っております。ちょうど今うるさいですね、これをですね、その声の分離の方でですね、どういう風になるかなっていうのを試してみたいなと思っております。でですね、このまあ夕焼けと私の顔色っていうのもですね、どちらを撮るよってなると、ダイナミックレンジがやっぱり狭いとですね、どちらかを撮るとどちらを飛んでしまう、潰れてしまうの、どっちかだったと思うのが、この HDR っていうのをうまく使いますと、そこそこの幅でですね、両方とも返ってくるんですよ。まあ、なので、この HDR でですね、収録しておくことによって、後々ですね、思い出とかそういう意味合いで、どっか行ったなとか、景色いいなみたいなやつを残しておくと、HDR 撮影でですね、かなりですね、いい表現ができるんじゃないかなっていうふうに思って今いろいろ試してみてる感じです。もちろんですね、その HDR で収録するっていうのもいいことばかりではなくてですね、やはりその編集っていうところでちょこっと手間があったりだとか、あとはですね、その色味の調整とかっていうのはやっぱり普通の撮影よりも難しいのかなっていう印象がありますね。なので、まあ、好みの色が自分の中でこれだったらいいよっていうのがあれば、そこにこう忠実にですね、そこに忠実までよくなくても、そこの好みに近づけていくよぐらいで全然使える画像になると思います。というのをですね、どこの基準に置くかなっていうところで、この HDR がいいのか、スタンダードダイナミックレンジ SDR がいいのかっていうところが変わってくると思いますね。運用していく上で特に手を加えないで、まあこのカメラが撮影した映像色味のままでいいのであれば、 SDR 撮影の方がですね、だいぶ使いやすいなっていうのは結構本音ですね。それでは短い動画の2つ目ですね、見てみてください。
はい、ということでですね、この小出しにした動画の2つ目ご覧いただきました。これもですね、すべて iPhone もアウトカムですねの、HDR 撮影をして、まあダヴィンチリゾルブ内でそのHDR のですね出力に適したフォーマットで編集しているという形になりますね。まあこれがですね、私以前知らなかったので、iPhone で HDR で撮影すると iPhone で見る上ではとっても綺麗に撮影できてるなって思ってたのが、なぜかこうダヴィンチとかに読み込んで編集したりするととってもしらっちゃけた面白くない絵になっちゃうなと思っていて、まあ、すごく使いにくいっていう風に勘違いしちゃってたんですよ。というのをですね、このちゃんとこういう風に編集するんだよっていう、まあ知識というかですね、ちょこっとこういう風に編集するんだっていうのを学んで、あ、これだけいいもんなんだなっていうのを再認識できたので、本日ちょっと動画に残しておきたいなと思ったんですね。やはりこの iPhone 持ってて HDR の撮影できるよって知っていても、その HDR の収録した映像っていうのはですね、どういう風に使えるよっていうのわからない方もいらっしゃると思うんですよ。私はそうでした。なので、まあこの HDR で収録することによって、ダヴィンチとかだったら、まあある手順を踏んで、そこでこのような HDR での編集をした上で、HDR のメタデータですね、そちらを載せて YouTube 等にアップしないと、もしくはそのもちろんなんですけど、対応したディスプレイじゃないと正しくですね、まあ、表示されなくて、それこそ輝度というかですね、その明るさがばらついたですね映像になってしまって、なんか表現したはずの映像と全く違っていたりとかですね、そんな感じで私もこう四苦八苦いろいろ試してみて、あ、こういう風になってるんだっての、それをここがおかしいなと思ったのをこう調べ直してみたいな感じで、今みたいにですね、楽しむこと入り口に当たってたかなと思ってるんですね。というところでですね、その HDR での撮影編集、またはその楽しむ環境とかそういうのですね、というのをいろいろと私も私なりに学んで、あ、こういう風になってるんだみたいな感じで、こういう風に YouTube にアップできるよっていうところの入り口に当たったかなみたいな流れなんですけど、それでですね、最後にちょっと話し締めようと思うんですけど、その前に最後のですね、その小出しの動画の方ぜひご覧ください。ということでですね、たびたび動画の方を見ていただいてありがとうございます。だいぶですね、この辺のこの夕焼けの感じっていうのも変わってきましたね。最初はこう真っ赤だったのがオレンジ色になってきて、今はですね、雲によってはピンク色っぽい色になってたりとかですね、この時間帯っていうのはとっても色が色彩豊かな素敵な時間だと思います。ということでですね、このまた別の機会で、何も分かっていない私がこういう風に HDR の動画をですねアップできるようになりましたというところだけですね、まとめて HDR 動画こういう風にアップすればいいんじゃないのみたいな、これでできてるよみたいな感じのすごく簡単な初歩中の初歩の動画っていうのをまとめてですね、そのうち作ってみようと思ってます。まあそれがですね、私も迷っていて、どういう風にそのダヴィンチリゾルブを使って HDR 動画っていうのを YouTube にアップして、こう皆さんに見ていただけたっていうですねところに至ったかみたいな形の流れなので、 HDR 動画にですねこうとても興味があるとか、撮影してみたいなとか、楽しんでみたいなと思われてた方にはちょこっとはですね役に立つんじゃないかなと思ってますね。ですごくですね簡単なこと一つで HDR として反映されているので、もしかしたらですね、その設定一つだけでもこの HDR というのは楽しめるかもしれないです。でまたはその編集する環境等によっては HDR の編集もしくは再生っていうのはちょっと楽しみにくい方っていうのもいらっしゃるかもしれないんですけど、例えばなんですが MacBook シリーズですね、で HDR の再生に対応しているディスプレイとかであれば、もうそれはそのままですね編集する準備っていうのはできています。でまたその HDR に対応したディスプレイをお持ちの方であればそれもできますね、というような感じで、そんなにですねハードル、最近 HDR に対応している端末っていうのは増えてきているので、割とですね楽しみやすいと思うんですよ。でこの新スタンダードダイナミックレンジですね、 SDR の環境より、なんか、あ、こんなに色あるんだとかっていう、私の中ではとてもすごい気づきがあったりして、でこの輝度ですね、明るさの高いですね動画っていうのはこんなに面白いんだなっていうのを改めてですね体感できたので、ぜひですね皆さん興味持っていただいて楽しんでいただければなと思いますね。本当にその興味を持って試すってことに何も悪いことはなくて、その編集が上手だ下手だ、私も正直上手じゃないので、そういうのってあまり気にする必要ないと思うんですね。でそこで試してみて、自分がいいよ、いい映像になったなとか、いい映像楽しめたな、ここ面白かったな、良かったなみたいな記憶に残るですね動画っていうのをですね、ぜひ
作っていただけたら私は嬉しく思いますね、という形で本日のお話をですね締めさせていただこうと思います。はい、ということですね、こちらのチャンネルではこのようにですねカメラですね、写真や動画等を楽しんでおります。他ですねアクションカメラやオールドレンズやドローンと楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますのでグッドボタンですねいただければと思っております。またですねコメント等、冒頭申し上げましたけどコメント等で仲良くコミュニケーションいただけますと嬉しく思いますのでお待ちしております。今回のですね動画っていうのもですね、実は今まではその iPhone のアウトカムで収録していたものばっかりなんですが、今はですねインカムの方ですね、でこの HDR モードにして収録しているというだけなんですよ。それでもですねこう色彩っていうのはとっても豊かなですね映像が撮れてるんじゃないかなと思います。まあ、こういう風にですね気軽に楽しんでみてください。それでですね本日も雑談形式になってしまいましたけど、どうぞですねまたまだ足の調子が完璧ではないので良くなったらですねちょっとどこか出歩いて撮影してきてみたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ということで本日はこれで終わりにしたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ。